本日はですね、栃木県に来ております。那須です。那須で今母親と二人で、旅館に向かってる最中ですね。前回は那須塩原温泉街を楽しんで、その後ドライブをしてるんですけどね、ちょっと見るところがあまり見つからないんで、もう少ししたら旅館にチェックインしてしまおうかなと思っております。ではこのまんま、またドライブですね。ドライブして入っちゃいますかね。今回宿泊させていただく宿はですね、那須塩原温泉街から少し離れてるんですけれども、白濁の、ね、温泉があるので、そちらにしました。那須塩原温泉の方だとねないんですよね、白濁が。那須湯本とちょっと離れたところだとあるので、そちらをね選びました。ただ結構道がね険しいのでね、酔いそうですね。はい、宿の近くに着きました。何個かね民宿やら旅館などがありまして、非常に小さな温泉街ですね。いいね。そしてこちらが本日宿泊する、慶雲閣さんですね。楽天評価もすごく良くて、貸切温泉露天風呂もありますんでね、入れるかな。今日混んでるからな。風情があるお食事処ですね。ここであえて食べるっていうのもいいですけどね。確かここがね入れるんですよ、宿泊者はね。すっごい硫黄の匂い、すっごい伝わんないよね、この硫黄の匂い。伝えたい。万座温泉にもこういう景色ありましたね。すごい硫黄、すごい。見てください、この風情のある階段。下にねまた温泉が、公共の温泉かわかんないですけどあるので見に行ってみます。なかなかねこういう温泉街の細路地を歩くこともないんで、貴重な体験してますけれどもね。ここかな、これかな。だいぶ下までね下ってきましたよ。あ、これっぽいですね。景色がこんな感じですね。うわーすごい白濁、これは入りたい早く。いい香り。この排水溝も温泉街ならではという感じのね色をしておりますね。そしてあ、これがもう一個中野湯さんですね。3つね公共というか宿泊じゃなく、温泉の施設があるみたいなんですけどね。ここまで入るの大変だな。ちょっといやーこれはすごいな、別世界ですよ。人気も増えてまいりましたね。そろそろチェックインかな。まだやはりですね、チェックインまで時間が早いので、少し車の中で待ちます。このね、チェックイン争いがね、本当にね、緊張しますから、急いでチェックインして、その後にすぐ貸し切り温泉行かないと、入られる可能性ありますんでね、そこがね、混み合うね、旅館ですとね、怖いとこですね。はい、もうですね、続々と案内が始まっておりまして、4組目ですね。もう3組すでに部屋案内されてるんで、これは緊張しますね。取れるかな。はい、部屋案内されたんで、今からですね貸し切りの天風呂先に行ってきます。その後にね部屋のご紹介をさせていただきます。頼む、空いててくれ。空いてました。じゃあゆっくり入ります。よかった。
見てください、この絶景と白濁、すごいよ。また硫黄の香りが。じゃあ入っちゃいます。スペースっていうんですかね、があって部屋ですね、広いで景色が、まあ、景色はねあれですね、1階なんでそこまで見えないですけどね、こんな感じでございます。ご飯来ました。おいしそう。お肉がすごい、だしが入ってて、まだね来るみたいなんでちょっと待とうかな、食べようかな、悩みますね。ではこの食前酒いちごワインいただきます。うん、ジュースですね、飲みやすい。わー、ではこの温めたお肉をですねいただきます。まずは塩で軽くね、これね今まで食べた魚タンのステーキでも相当レベルが高い気がする。うんうん、うまっ、めちゃめちゃ柔らかい。ではビールいただきます。やっぱりね旅館といったら瓶ビールですよね、キンキン。うめー、肉がほんとすごいです。普通にステーキ食べてる並みにボリュームもあるし美味しいし、これはすごいな。その他もね美味しいんですよ、カルパッチョも美味しいし、スープも美味しいし、この揚げ出し豆腐も美味しいし、湯葉も美味しいんですよね、まあ、まだ食べてないですけど。いや初めは全然ね食べきれる量かなと思って、量少ないぐらいかなと思ってたんですけど、とんでもございませんね、ボリューミーですよ、すごく美味しいし、これはすごいな。うん、はい、食べ終わりました。これからご飯と赤だしが来るそうですね。もうかなりお腹いっぱいですね。完食しました、お腹いっぱい。ちょっとゆっくりします。これはお布団も敷いていただきまして、ちょっとお風呂もね入りに行きたいんですけど、まだお腹いっぱいすぎて入れないので、まあ、少しゆっくりして入れたら入りに行きます。
時間ぐらい寝ちゃいました、まさかの。まあこの時間ならね、あの露天風呂空いてる可能性あるんで、夜の露天風呂行ってきます。よっしゃー、両方空いてた。では入らさせていただきます。寒いよこれは。入る前激寒でしたが、今はもう激熱です。マジで気持ちかった。硫黄の香りが体中に染みついております。家まで持って帰りたい。はい、お部屋に着きました。ではちょっと寝ちゃったのでね、少し動画の編集やらお仕事をして、寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。現在朝6時半ですね。ぐっすり眠っちゃいましたね。温泉空いてるかな。温泉行ってきます。空いてました。そしてまさかの雪、マジでまさかの雪ということで、また一つ風情がねありますね。まあ最高じゃないですか。じゃあ入りまーす。はい、お風呂出ました。暑い。あのね、雪はいいんですけど、この後は止んでほしいですね。帰んなきゃいけないんでね。あ、ちょっと雨になってきたかな。今から朝食でございます。朝食来ました。また豪華ですね。これまだ触れないんで開けないですね。いただきまーす。完食、ご飯が非常に進む朝食でございました。美味しかった。チェックアウト前に名残惜しくてもう一度温泉に入りに来ちゃいました。このね、硫黄の香りを体に十分染みつけて帰ろうと思います。はい、ではチェックアウトします。本当に名残惜しい。はい、チェックアウトいたしました。あの、正直言いまして、今まで泊まった旅館の中でトップ3もしくはトップに入るくらいの旅館さんでした。料理、ホスピタリティ、温泉の輸出などですね、もうあの数え上げればキリがないほどすごいなと思える瞬間などに出会うことも多々ありましたし、あの価格帯的にもですね、このサービス、この料理、この温泉でこの金額という感じのところもありましたし、ぜひ皆様に行っていただきたい旅館の一つとなりましたね。そして私ももう一度行きたいですね。来たいですね。というわけで、今回の動画はこちらで終了させていただきます。よかったらですね、チャンネル登録、高評価、どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。紅葉が綺麗、紅葉がすごい。